フィーナルへの再進行は明日の夜明けとともに開始する予定です。それでは皆さん、最後のラクアの夜を楽しんでください。最後、ごめんなさい、急に呼び出しちゃったりして。いや、いいよ。でもどうしたんだい、眠れないの？違うの。隣いい？あ、うん。あのね、クロード。ん？私、最後にクロードにお礼を言っておこうかと思って。お礼？ありがとね、クロードのおかげで私今まで頑張ってこれた。レナ、本当に感謝してる。アレンの時もお母さんの時も、私がくじけそうになった時、いつもあなたが支えてくれた。うん、それは違うよ。みんなレナ自身が頑張ったからうまくいったんだ。そんな、僕はちょっと手助けしただけだよ。あとはみんなレナ自身の力さ。それに僕の方こそレナに随分勇気をもらったよ。右も左もわからない場所で不安になった時、いつもレナの存在だけが心の支えだった。クロード、私、レナ、僕ね、この戦いが終わってエクスペリに帰ったら君に聞いてほしいことがあるんだ。聞いてほしいこと？うん、とても大事なことなんだ。聞いてくれるかい？クロード、うん。レナ、うん、必ず生きてエクスペルに帰ろう。うん、約束ね。ああ、約束だ。海を眺めていたんですの？ええ、もう一度だけ見ておこうと思って。なんだか、もう二度と見られないとでも言うような口ぶりですわね。そんなつもりはありませんよ。ただただ、何ですの？ただセリーヌさんと一緒に目にしたすべてを思い出として残しておきたかったんです。今の言葉は私への口説き文句ですの？そんなつもりで言ったんじゃありません。そうかしら。今までに聞いた中では、さっきのクロードの言葉が一番私の心をつかみましたわよ。それは多分僕が本気で言ったからでしょう。そうかもしれませんわね。ねえクロード、全てが終わったらもう一度この海を見に来ませんか？そう、今度は二人だけでね。ごめんね、クロード。また。いや、
そんなことないよ。ああ、よかった。ずいぶん遅れたからさ、ブースと怒ってもう帰っちゃったんじゃないかってドキドキだったよ。それくらいで怒ったりはしないって。本当？本当の本当に怒ってない？本当だよ。僕の方こそプリシスに嫌われたんじゃないかってドキドキしていたんだから。私がクロードのことを嫌いになるはずがないじゃん。そっか、ならよかった。プリシスにだけは嫌われたくなかったからね。ねえクロード。私のファーストキス、クロードにあげる。あ、変なの、クロードってば顔が真っ赤だよ。なんだよ、プリシスだって真っ赤なくせに。そんなに赤いかな。ああ、もう耳まで真っ赤だよ。そっか、だったらそれって私が今すっごく幸せだからだと思うな。それだったら僕だって一緒だよ。ねえクロード、もうちょっとだけこのままでいてくれる？ああいいよ。あの、オペラさん、話って何ですか？え？ちょっとね、あなたと一緒に海でも見ようかなって思ってね。ねえクロード、地球の海もこのネーデと同じくらい綺麗なの？そうですね、観光用の南の島なんかは空の青さがある分地球の方が綺麗だと思いますよ。もっとも都会の海は問題外の汚さですけどね。銀河に二つとない青い水の星、地球か。一度でいいから見てみたいわね。だったら明日の戦いが終わったら僕と一緒に地球に来てくれませんか？あらクロード、それってもしかしてプロポーズのつもり？ええ、まあそうね、そのプロポーズ受けてあげてもいいわよ。ただしあなたが私との賭けに勝ったらだけどね。賭けですか？そう、もしあなたが勝ったらさっきのプロポーズを受けてあげるわ。はあ、じゃあオペラさんが勝った場合はどうするんですか？そうね、もし私が勝ったらテトラジェネシスに来てもらおうかな。ついでに私の両親にも会ってもらうからね。え、それって？いいですよ、その勝負喜んで受けましょう。私もまだまだね、結果の見えてる勝負に手を出してしまうなんてね。呼び出しちゃってごめんなさいね。あのね、ちょっとクロードにお願いがあるのよ。聞いてくれる？はい、
一体何ですか？これからは私を呼ぶときにさん付けするのはやめてくれないかな。あと敬語を使うのもなしにしてちょうだい。別にいいですけど、でもなんでまた？あなたのことが好きだから。あなたのことが好きだからこそ対等の関係でいたいの。ごめんなさい。こんな話を急にされてもやっぱり迷惑よね。僕も千里さんのことが、いや千里のことがずっと好きだった。迷惑だなんてそんなことがあるもんか。本当？夢じゃないわよね。ああ夢じゃないよ。嬉しいねえクロード、私が今考えていることがわかる？多分僕と同じことを考えているよ。そうだったらその通りにしてみせて。いいのかい？あなたと生きて帰ってくるために。何してるの？こんなところで。ただ海を見てるだけさ。この海を見られるのも今日が最後かもしれないから。ねえクロード、しりとりしようよ。しりとり？つべこべ言わずにやるの。じゃあ私から行くよ。宇宙。うさぎ。銀河。が、がが、が、ガラス。好き。え、今。もう、何度も言わせないでよね。とにかく一緒に生きて帰ってこなきゃ承知しないんだから。ああ分かったよ。帰ってきたらしりとりしよう。どうしたんだ、レオン。ねえ、クロードお兄ちゃん。明日の戦いが終わったら、お兄ちゃんは自分の星に帰っちゃうんだよね。まあ、そうなるかな。やっぱり、そうなんだ。どうしたんだよ。今日のレオンは、どこか変だぞ。パパもママも、そして今度はお兄ちゃんまでいなくなっちゃうんだね。これで僕は一人ぼっちか。レオン、安心しろって。お前が会いたいと思った時にはすぐに会いに来てやるからさ。本当？ああ、たとえ宇宙の果てからだって駆けつけてやるさ。ありがとう、お兄ちゃん。ねえお兄ちゃん、たとえどんなに離れていても、お兄ちゃんは僕の友達でいてくれるよね？
当然だろう。何があってもずっと友達だよ。